さあ、やっていきますか、ランクバトル。ちょっと最近、ユナイトの大会の準備で全然剣立てができてなくて、動画の投稿もかなり頻度が悪くなってて、申し訳ありません。大会が終わったらね、もうちょっと上げることになると思いますんで、剣立ての方を楽しみにしてる方はね、申し訳ございません。大会もね、抽選があって、結果的には当選することができたので、当選することができた、当選したので、大会の出場が決定しましたね。いや、嬉しいな。まあ、ただ、ちょっとな、あんまりその練習試合とかで結果が出してないから、もうちょっとね、しっかりと作戦練らないといけないかもしれない。まあ、自分だけで頑張るものでもないんで、チームメンバーと一緒にやっていきたいと思います。なんで俺、剣立ての動画でそんな話してんだ？選出わかんなすぎんだけど。グラドンから入って、レジー力を潰そうで、ゴリランダーだった時に、サンダー。ラストは、どうしよっかな。まあ、ハッサムが何気にあり。ハッサムって何気に、あれか。ザシアンの技、だいぶ抑えられますね。よく考えたら。まあ、インファイトとか、そういうのがあるから、勝てるとまで言わんまでも、タイプ1技は半減以下で受けられる。ウーラオス。悪の方か。どうすっかな、これ。オーバーヒートでいいか。ゴリランダー交換が一応あり得るのと、まあ、こっちの方が命中安定で、で、ウーラオスって特防が低めなので、もろもろを考えてこっちの方がメリットがでかいかなと。これでもな、ここでな、こいつが消耗しても困るんだけど、だけど引ける相手もサンダーにもなかなか引きづらいしね、ウーラオス相手は。こっちの方が早い。いいね。カウンターとかあったらウケるな。カウンターはあんま警戒してなかったけど。カウンターだ これは警戒してなかったけど、いや、これ読みのオーバーヒートですね。今のオーバーヒートは、特防の低いウーラオスに対する特殊打点。地面技を切るためにゴリランダーが来る可能性。そして、このウーラオスのカウンターを、まあ、全てカバーできる最適な一手です。ここまで計算してやった。ここは剣でいいな、でも。ここでなんかさ、ガラガラとか無理やり出してくる可能性が、まあ、出してもらえか、さすがに 出したところで何すんのって感じだしな。ザシダンにもまあ引けないしな。引いてきた。はい。で、ヒレとかあったら美味しいけど。あ、ここゴリランダーなの？ああ。まあ、これはこれで別に。あ？あ、そういう系？まあ、防御は上がってもあんま関係ないからな。まあ、オバヒレンダだったとしても、特攻下がってるからみたいのがあるんですかね。ここでサンダーに引いて、ハッサムでもいいんだよな、でもここ。剣の舞とかの時に、まあ、どっちも一緒っちゃどっちも一緒か。ハッサムでいいか。ハッサム出してトンボ返りでしょ。サンダー出して熱風からの策なんですけど、でもラストザシアンって考えると、ね、サンダー出して熱風でもよかったけど、サンダーの HP をできるだけ残したいっていう、はたき、はい。ハマチキがなくなったけど、まあ、とりあえずはよしか。トンボ代わりへ。この対面操作が強いからな、今回の選出は。有利対面でひたすらトンボルジェンで対面有利を作っていくっていう、まあ、サイクル戦の基本ですね。10万馬力、まあ、そんな入らないっしょ。急所でトンボ返りでしょ。これ落ちないかもな。あ、全然落ちねえ。この急所実は痛いか。痛いかっつってもなくてもなんか技耐えたかというと、まあグラススライダーぐらい耐えたかもしれないけど。こうなってくると結果的には3段の方が良かったんですよね。5つ目は落とされてもとりあえずいいしな。熱風で。まあさすがに晴れてるしゴリランダー飛ばせますね。はたきで5つ目だけ落としに来るのがちょっと嫌ぐらい。お、こっちの方が早い。
これは落ちるだろうな。ああ、いいですね。ラストがザシアンだった場合はグラードン対ザシアンの状況に持っていけば勝ちですよね。これザシアンが来たらハッサムしてからのグラードンで断崖の剣を押せばよくて、それ以外のパターンってなんかあるか。いや、それ以外だったらそもそもあんまり苦労しないよね。もうレヒレだったら別にサンダーでボルチンからグラードン出してソーラービームとかやればいいし、ウーラ押せ。はい、これはボルトチェンジ、いや放電でいいのか。バニサンダー残した方がいいか。一応暗黒強弾、まあ落ちることはないんで、ね、まあ、あのザシアンの圏内には入っちゃってますけど、グラードンが対面から勝てるから問題ないと。ザシアンもサンダーに1回触ることになるからゴツゴツメットのダメージもあるし、電光石火持ちじゃなければ一応ハッサムのバレットパンチもあるからな。まあザシアンだね。剣の舞がちょっと嫌なのか。でも2枚されなかったら大丈夫説もなんかある気がする。グラードの耐久だったら、いやどうだろうな。あ、じゃああれか、オッケーオッケー。まあ、まひれば何も怖くないんだけどね。あ、まひった。剣の舞の場合がちょっとやばかったなっていうのはあったな。ゴツメダメージも入って、まあこっから技を無限に外さない限りは勝ち。いや、そうか、剣の舞の可能性なんかあんま考えてなかったけど、めちゃくちゃプリングミスだ、さっきの。ボルチェンでよかった。ボルチェンでよかったけど、ウーレオスが落ちなかった可能性ってあるんですかね。多分ないよな。だからプレミかもしれん。まあ、勝ったからいいか。ああ、麻痺ってのは向こうの方が早いんだ。そうか、このクラウド振ってないからな、素早さ。ああ、さすがに剣の舞に詰まったら死んでるか。当てる、偉い。対戦ありがとうございました。いや、プレミだったな。まあ、勝てばよかろう。対戦ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。お相手のチームがこのような感じ。はい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 。無限ダイナーが、無限ダイナーでもグラードンでなんとかとか、グラードンで大体のポケモンに勝てるじゃん。バンギラスはいける。あー、でもボッシュロトムに対してソーラービームが押せるけど、他の地面タイプとは違うところですね。押せるけど、ただ勝てるかというとまた別の話。ロトムちょっと重たいな、今回の選出、選出じゃねえ、チーム的に。どうしよっかな。初手バンギラスからいきます。バンギグラードンラスト、微妙すぎるな。ハッサムで行くか。これで行ってみます。はい、はい、対戦よろしくお願いします。誰から来るかな。バンギラス。僕のバンギラスってスーパーパワー持ってたっけ。も多分持ってないな。でもダイマックス個体説ないか、うちのバンギラス。ダイナッコを押せるためにスーパーパワー採用しないか、君。持ってねえわ。引くか。まあ、グラドン交換が割と安定っちゃ安定ですからね、この対面は。どうしようかな。打つか。草を押そうかな。地面技や見ろとも全然ありえますよね。捨てろ。ああ、まあまあ。相手の特防アップもなくなってるし、最悪バンギが突っ張ってきてもそれなりということで、ここはソーラーベイム押そうか。引いてきた。ロトムだったら美味しい。でもロトム以外ここ引けないよね。うん、これ突っ張ってもいいな。正直あんまり引けないというか。裏がな、バンギハッサムだからな。どんなもんなんだ。あ、オッケー、一応2発でお盆がなければボンでーす。でもまあ水技半減じゃないけど半分にしてて火力を、でかつ直径も持ってる、そしてドロポンを外す可能性のある技という点を考えれば引いてきた。
ああ、なるほどね。まあ、これしてた確かにな。でも、どうはこれ。ソーラービーム押せなくなっちゃうけど。でもこれ結局相手引けないよな、このターンは。ドムには引けないよね。バンギで受ける気なのか、一応。まあ、バンギにソーラービーム全然入んないだろうな。なんかあんまこの展開は考えてなかったけど。まあ、ロトムを受けに行くとしたら、こっち側はラティオスぐらいしかいなくて、無限大な、はぁ。で、ラティに対しては、まあ、バンギ合わせれば問題ないみたいな、そういう感じだったんですかね。で、ここ変なことしなくていいかな。全然入んな。まあ、4分の1だからな。ここ変なことをして、毒になりたりするのが嫌だから、断崖の剣をしっかりと押そう。やっぱな、そう、こういうことしてくると思ったんだよな。ここで僕がロトム読みの行動をする読みの技をしてきそうだなと思ったんで、半分ぐらいかな。強っ。メガネとかか、弾とかかな。当てるね。強い。ちょいむずいっすね、こっからの展開は。どうしよっかな。ロトムが来るよね。ソーラービーム用にグラードは残したい。なんで、バンギ出すか、一応。バンギ出して、とりあえず砂をまく。ドロップをもしかしたら2回耐えてくれるから、相手が全然振ってなかったら2回耐えたような気がする。あ、でもステルマンのか。まあ、かわす可能性もありますね。おい。最高か？ここは一致でいいや。バンギはバンギで消耗させるのが美味しいからな。イドンペ、当たる。このダメージが？あー、まあ、2回ギリ耐えてるかもなーぐらいのあれですね。ダメージですね。で、じゃ、ダイマックス個体のまんま書いてないから弱点保険も持っていると。そして当てると。偉すぎる。なんだこのバトル。急所はまあさすがに関係ないかな。弱点保険発動してるし。いやー、気分のいいポケモンバトルだった。これでも心置きなくなんだ。対戦が終われる。 いやでもなんか運が悪くても俺続ける気になってないのに、運も良くて続ける気も起きなかったらなんだ。もう一生ポケットモンスターできないじゃん。いやいや、俺はポケモン大好きだからな。明日も剣立て動画あげるわ。明日ユナイトに逃げない。皆さん期待しててください。明日ポケモン剣立ての動画をきっとあげます。対戦ありがとうございました。